はいどうもこんちゃいこれです。今回なんですけども、メラコさんがつぶやいたんで話していこうと思います。こちら、一部奇跡のモンスターポイントを調整ということで、今後のね、アップデート、トレード機能に関する様々な回収を予定しております。今回アップデートに先駆けて、チリン等の奇跡を売却時にやられるモンスターポイントを99に下げることで、トレードの交換ができるようになりますという感じでね。まあ、かなりたくさんのキャラが奇跡としてね、99に下がります。まあ、これでサーバー稼働にね、進化素材を圧倒的に送りやすくなったかなと思います。このアップデートかなり神ですね。まあ、個人的にケツアルカートとかめちゃくちゃめんどくさいしね。シヘラザードとかもエリスとかもマジでめんどくさかったんで、まあ、ここら辺があり余ってる人は、あ、全然、これもう俺、100体ぐらいいるから1体ぐらいあげるよって人いると思うんだよね。ってなった時に、かなりね、その作るめんどくささもなくなるので、いいアップデートじゃないかなと思われます。はい。そしてね、今回のこれ気になる一文なんだけど、トレード機能に関する様々な回収を予定ってあるじゃないですか。で、これトレード機能が変わるってことなんですよ。わかりやすければ、これからね。で、トレード機能がどう変わるかっていうのは全くわかんないんだけど、まあ、まずシンプルに僕の予想としては2つ考えられます。1つ目としては、今って交換1体と1体じゃないですか。ワンチャンこれから2体と1体とか、3体と1体とかっていう感じで交換が可能になるんじゃないかなと思ってます。例えば3体と3体でトレードしましょうみたいな感じの交換ができるようになるのではないかなとちょっと思っております。まあ、これに関してはわかんないけどね。1つ目の予想としては、2体以上のトレードが一気に可能になるんじゃないかなと予想していて、もう1つはもうシンプルに30日のね、トレードするまで30日の期間があるんですが、まあ、それが1週間。あわよくば3日ぐらいに減ってもおかしくないと思ってます。3週間間違えた。1ヶ月は長すぎるんで、さすがに。言ってもまあ2週間ぐらいまで減るのは普通にあり得ると思うので、トレード日時がさすがに減っていくんじゃないかなと思います。まあこれね、やっぱり最近トレードしづらい関係でもあったので、まあこれでトレード機能がバーって変わってね、新規の人とかもね、入りやすくなると思いますので、個人的にはかなり楽しみな、アップデートという風になっております。そして、こちら、パズラ本編でメンテナンスを実施いたしますという感じで、こちら。6月26日10時から16時。何があるんだって話ですが、モンスターポイントがね、99に減るのと、あと、極連の闘技場、かっこ濃紺。新ダンジョン追加ということで。これね、様々な予想ができるんだけど、まず一つ目は、裏闘技場の上。あり得ると思います。裏闘技場の上が来るんじゃないか。もう一つは、レンマの闘技場の上。どちらとも取れると思います。ただ、個人的にやっぱり、レンマの闘技場の上、そして極連の闘技場が来る可能性が多いと思っていて、個人的にはスキル上げとか、が今ってしづらい環境なんですけど、ワンチャンそういう系のダンジョンになってもおかしくないんじゃないかなとかっていう、いろんな予想をしておりますが。まあこれはもうお楽しみって感じで、まあワンチャンアナウンス来るかもしれないね、もしかしたら明日ぐらいに、あ、今日来るかもしれないし、もしかしたらで手札だった場合はまあとんでもないことになるでしょうね。まあ多分ノマダンのレンマの闘技場の上だと思うんで、楽しみな担当となっております。こんな感じがね、今回のツイートになります。はい、まあ情報かなり少ないんですが、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。